レース戦1人。ああいいよ。ああなるほどね。川狩りレースしようや。ドベルにする罰ゲーム。残業。残業にする。ものすごい嫌な罰ゲームだな。あ、なんか最下位ですわ。鉄60個ぐらいでいける。15個ね。これ15個集めるの遅かったやつも残り手伝うか。残りでも何でもするけどね。もうどうでもいいから早く無事に帰りたいわっていう感じだ。じゃあ次のまでには岩切君と僕でちょっともう残りの作業やってみますんで。次回からは支えに困らない。どうも。こんにちは。今日はちょっと岩切君無理ということで今日は岩切君が不参加だよ。お前なんか服脱いでない。ちょ岩切君の前に。お前何？全裸やけど。ちょっとこれ服とかあったっけ？ちょっと今日岩切君がいないじゃんか。聞いてちょっと話を。今日岩切君いないじゃん。だから岩切君と二人で居残りした時にちょっと面白提案で10個間違い探しを作ってこの味の内にね。いつもと違うところを10個作ってその10個を二人に当ててもらおうっていうやつを思いついたの。でそれやったの。だからみんなには今から10個間違いを見つけてもらいたくて。わかるかな。今からじゃあ10個やる。これまずこれは入った間違い。俺のスキン変えとこうか。あ、それいいね。ヤキ君確かスキン作れるんでしょ。どんなにすんの。いや、そのなんか見た目を変えるというかメガネをかけさせるレベルの変化が欲しかったんだけど。あらもできると思うよ、メガネかけさせるくらい。本当？俺の格好が違うが1だよ、1個。俺の格好が違う。ちょ、難易度順にそれさ、並び替えてもらって、今。で、これ難易度順に1から10まであるからみたいなことで、難易度なんぼでしたって言って。いや。乳首が気持ち悪いわ。うわぁ。背中イボイボやん。汚体汚いなお前。なんか恥ずかしいな。俺自分で自分の見た目わかんないからさ。しかし F5 をしてごらん。自分の姿が見れると思うよ。あ、そうなんだ。あ、ほんまや。F5 何回か押したら変わる。お前視点でいろいろ切り替えるね。ほんとは全裸だ。ちょっと岩切くんの悪意がすごいんだがこれ。これ難易度いくら。これ難易度10。え？どっちそれ。いや、下からでしょ。一番だから簡単ってこと。逆。あ、逆かよ。わかり。普通逆やろ。難易度10って。あ、第10位からの発表かと思った。これ難易度1。なるほどね。お前何靴だけ履いたの。気色悪いわ。気色。間違いわかった。おお、はい。何？お前の存在。それは。俺は難易度7ぐらいかな、これは。それは。いいやろ。それは間違いじゃないです。残念。間違い、引っ掛けだな。お前のお母さんの間違いで生まれたのがお前じゃない。いや、違う。マインクラフトと関係ないから、もうたとえそれが間違いだとしても。あ、これも。アバズレクラフトしたんだろ。アバズレクラフト、お前。はい。はい、ソシさん。扉がなんか白い。あ、ほんとだ。え、わかへんねんけど。正解。これあのね、扉が鉄の扉になってるから、こっち側から開けられないから。会議室の扉を違う扉に変えるってどういうわけ。扉って2種類ぐらいあるの。いや、ちょっと待って、木によって見た目が変わるのはね、確かね、もっとバージョンが新しかったよ。あとね、鉄の扉がある。お、鉄の扉にしよう。いいね、それ、鉄の扉。鉄の扉は、なんだっけ、スイッチをなんか繋げないと開かないみたいな感じだったんだけど。あの残りの2人のリスポーン地点でさ、会議室じゃん。出れないのか、彼らは。じゃあ、鉄の扉でやるじゃん。お、出るやろ、出る。いいね、そうしよう。お、間違った。岩切くん。あー、もう。こうか。あ、オッケー。こうだ。そうだ。よし、開かないね。あー、なるほどね。だから、壊して。外側からのレバー操作じゃないと開けられないらしいから、それ。なんで内側にもレバー置かんの。よく気づいた。よく気づいたな。いや、見ただけで分かるやん、こんなん。難易度2やろ。難易度2。さ、
どんどん探していこうっと。これも探したわ。分かるかな。あのどっかの壁に、どっかの壁にあのブロックでそいつのバカって書こう。なるほどね。そう、色変えたブロックで。どこの壁にする？結構長いぜ。そいつのバカは結構長いよな。あの地下広いじゃんか。うん。あそこでやってみる？武器庫でやる？武器庫でやってみる？あーバカって書いてあるわ。いいよ岩切くん。いいじゃん。いいじゃん。この松明の数が違うとか違うやろうな。いやそれそれやばいぞ。懐かしい。そうやった。言ってみる。言ってみる。一回一回やる？うん。松明の数が違う。それは違います。松明の数を変えてません。あ、この線路のロープ。わかった。あ、どうした？え？見てこのクラゲ後ろ。後ろ？こっち？こっち？ああ！ソイソの。ソイソの。バカ。あははは、本当だ。ああ。ああ。あ、お前やめろって。難易度は？これの難易度は4番目です。ああ。ああ。4番目ぐらいなんや。ああま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 あ、じゃあもっと難しいんやな。え、そうそう、もうちょい難しいかと思ったこれ。てかお前ズボン履く、履いてレギンス履いてもらっていい？鉄のちょっと履いてくるわ。うん。え、ここにまだあんのかな。探すか。探しといて。お、あ、これは簡単。二画面、簡単なのが二画面あるけど難易度低っ。幼児向け間違い探し作ってるやん。絵本かな。じゃあ一応言ってみるこれ。でも今難易度1と2と4やんか、うん、これどっちが3なん。これがあの下の文字よりも難しいんやろ。秘密基地の囲いの中にゾンビがいます。正解です。あーお前やめろって、せっかく苦労して捕まえたのに。あれは岩切くん、今さあの中に動物一匹もいないじゃんか。うんうん、動物を一匹入れとくっていうのはあの柵の中に。それいいね。動物変わりうる。動物を一匹こう入れとくっていう。そうしようか。それがまず一個。確かにだって今この柵何もいないからね。そう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 、この柵今何もいなかったじゃんか。これモンスターとかってさ入れられないのかな。モンスター入れられると思うよ。ちょっとやってみっか。来た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 よ。あ、来てる来てる、ヤケル来てるよ来てるよ。よしよしよし。あ、いいよヤケル、来てる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 。オッケー。おおっしゃ。これは3番目の難易度です。ね。はいはいはい。はい、そいつさん。焼肉屋が白いです。ここじゃ白くするか。ここ白くしたら。わかりやすいかな。白い4も持ってる岩切君。いや、砂でいこう。砂ね。あ、いいね。いいね、わかりづらくて。ちょっと難易度設定間違えちゃった、ごめんなさい。これあのこれが4番目だな。これが4番目だな。明らかに武器よりこっちの方が簡単だったわ。あ、いやいやいや、簡単すぎやろ。どこどこどこ。クラゲちょっと、もう釣り堀来てくれ。釣り堀をさ、うん、松明でピカピカにしようか。お葬式場作る岩切君、ここお葬式場にしようか。ここに額物をこう置いて、周りに花を飾って。確かね、うん、アイクラはね、絵みたいなのがあるんですか。絵があるんだ。あ、これだ。これはあのミークリックでこう設置するんだけど、壁に。おおおお、これ絵が出てくるわけ。おお、だけどこれは取ってつけて繰り返すたびに違う絵になる。あ、ほんとだ、すごい。誰これ。これちょっと予想だよね。これちょっといいね。これちょっといいね。葬式場になっとるってな。釣り堀が葬儀場になっています。
正解です。これなんなん。え、絵画だな。それ絵画だよ。あ、お前絵画がやめろそれ。あの、絵柄一定じゃないんだぞ。ランダムなんだぞ絵柄。さっきのやつ出てくるかどうかわかんないんだぞ。もう一回。そう、 C2Y。 あ、え、あ、なんかある。あ、こっち見てみる。水の中になんか物を入れて気づくかどうかにしようか。なんか細かいもの。あー、なるほどね。うん、じゃあ水の中にあれ入れる。あの、なんか縦札入れる。あー、いいね。これで多分できたと思うわ。よろしくお願いします。すごいぞ岩切り。これはどういうことなん。これなんやろな、まあ、間違いではないよな。間違いではないと思うわ。挨拶やんな、ただの挨拶。挨拶この中に間違いがありますっていう文章と一緒やな。うん、そう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 。ああ、しばやかさ、どうした。わかんねえよのやつが1個欲しいよね。これなんだよみたいな。この木の支柱のどっかの1箇所変えとくかい。あー、わかりにくそ。どうかな。めちゃめちゃ簡単やん。どうした。柱の1箇所がこれなんやろ。多くの木に木材になっています。正解です。いやー、見事よくわかったな。え、これ難易度何。にえ。ちょうそ333あったよな。違うもう5まで出たで。だってえ、お前どうなってんの。お前メモしてんの。え、上から3番目。上から3番目で。だから3番目に難しいんだよ。3番目に難しいやつだよ。下から5番目だろ。出たのやって。え、どういうこと。難易度3じゃなくて難易度7ってこと。8ってこと。そうそういうこと、そういうこと。いやじゃあ8って言えよ。急に順番変わったけど。難易度7だ。え、10個あるやろ。そうだよ。上か、難易度難しい順に3つ目やったら8やけど。え、10、9、8。あ、そうか。あ、じゃあ8だわ。8で合ってるわ。もう何だお前。もう分かりづらいね、その言い方。上から一番1位、2位、3位、4位で1位やんけ。あ、いいな、お前の中では。ないな、俺らの中ではレベルな。そうなのね。俺はいい。だって難易度1が一番むずいって初めて聞くで。難易度ランキング1位で一番難しい。ランキングね、ランキング好きやな、お前。お前ランキング好きやな、マジで。ピン、そっちの方が絶対ピンとくると思うんだけど。ランキングね、こう。いや、それやったら何位ですって言ってや。難易度2位ですとか、しかも一番最初は3ですとか言ってたやん。なんやねん、お前。やまりにそっちを。やっぱり間違いやって。残り何棒が残ってんの。10、9、7、6。あと4つか。あと4つか。上行こう。あれ？でもここは狭いな。パッと見何にもなさそうだけど、なんで。あ、ここはだってもともと何もなかった。あれ？そうだよね。なんかあったぞ。あ。あら。なんかあそこ1マス空いてんな。なんだろう。行くか。ちょっと見てくるわ。お願い。もう何でもなかったわ。何でもなかったんか。何でもなかった。普通に1マス空いてるだけだった。だってあれが8やろ。結構簡単やと思うねんけどな。いやね、俺も見ただけで、あってなると思うねんけどな。ここの階層と、ここの階層と、あ、外か。ちょっと滝の方行ってみるわ。あ、なるほどね。滝側じゃね。そうだね。どうした。難易度設定どうなってるマジで。もう間違い探しかこれ。アジトの入り口に置こうか。これで。違う。おい。あ、違う。あ、違うな。いて。ああ。いや、外れるね。なかなか出ないね、このガチャ。
最後ガチャ難しいな。おい、いや違うな。じゃあ、おい。ああ違う。おい。違う。おい。違う。おい。はい。あー2マス多いな。はい。なんで2マスやね。はい。よ、はい。あー違う。はい。これでいこれでしょうか。これでしょうか。家の外に、空手があります。正解。イエーイ。これレベルは6です。6ね。さらに外行ってみるか。いやこの敷地内敷地内。敷地内なのね。そうそうそう敷地内敷地内。いやそう言って滝の上に実はなんかあるんじゃないの？それしたら俺もう東京まで行ってこいつを殺しに行くかもしれない。タカが間違えてますね。ええ？ちょっと待って、一回みんなが出したやつを確認するわ。出し、やってる、やってる。数確認してや、マジで。あと2個じゃん。え？え、あともう2個なの？な、あと7と9と10じゃない。え？嘘だ。違う違う、メモ帳見てるんやからわかるやんか。なあ。丸してたらいいだけやん。まさかと思う、まさかだよ。うん。よろしくお願いします。すごいぞ、岩切。いや、でもこれ挨拶かな。挨拶やからほっとくか。挨拶やもんな、これな。うん、違うな。わかるかな。難しいぞ。ヒントね、ヒントあげようか、ヒント。いい。楽しんでるから。ヒントは水。俺ら楽しんでるから邪魔せんとって。ヒントは水の中。え、なんでヒント言うのお前。いらんって言ってんのに。うわぁ、うざ。岩切くんに申し訳ないと思わんのお前、一生懸命作ってくれた。いや、なんか勝手にヒント与えて。すごい苦しんでるみたいだから。スペシャルヒントその2はね、お前さ、自分がさ、主役じゃないとさ、耐えられへんの。自分が参加してるゲームじゃないと。あまりにほら。出題してさ、暇になったらさ、邪魔するってなんなん。あまりに苦しんでる。早く答えてもらいたい。あまりに苦しんでるからさ、やっぱりちょっとゲームとしてもつまんないかなと思って。いやいや、おもろいけど。スペシャルヒントその2は木の板。邪魔すんなって。木の板。マジで邪魔。え、マジでおもんな。いや、でもマジでやる気なくすで、それは、ほんまに。いや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 。悪ふざけやん、だって。悪ふざけじゃないですか。だってもう木の板見えてたじゃないですか。さっきずっとすごいぞ、岩切って言って。それ、どうなんすか？え、あれなん、まさか。え、嘘。俺だよ。俺間違い。これだよ、これ。岩切君。今日来られへんから、リキチギに挨拶してってくれて、さすがだなと思ってたけど。え、じゃあ、岩切くんの挨拶、お前は間違いやったよ。だとしたら、あ、本当に挨拶としたら、もっと分かりやすいように置いてほしい、岩切くんも。水の中に看板があります。おめでとうございます、正解です。やっと出たな。それ2番目に難しいやつだから。嘘やろ。レベル9。レベル9。じゃあ、残りレベル10だけ？そう。あと1個か。あと1個絶対ヒント言うなよ。ちょ、マジで頼むな。うん。いやもう、俺木の板って言われた瞬間に、なんでレベル10の方も言うんと思ってしまったわ。レベル10はそういう、レベル10は違うよ。木の板じゃないよ。半端なくむずい。やべえなぁ。え、チェストの中身とか読めてな。ちょっと待って、関係ないねんけどさ。うん。こいつら資材集めしたか。あ、ちょっとだけ見つめてみる。この人、お疲れ様です。お疲れ様です。すいませんね、遅刻しちゃって。うん、俺は大丈夫なんだけど。どうだ大丈夫なの。ちょっとこれからちょっとあの動画を撮るにあたって、時間的にはちょっと時間がもう、そうだよ、だって今日これから夜勤でしょ。だってそう、今日これから夜勤だから、もう時間がないわけ。あーら、じゃあもうあれできないじゃん、素材集めできないじゃん。それが間違いとかやめろよ。だから間違いの1個を、なんて言うんだろう、その、素材を集められなかったという間違い。素材がないという間違い。素材がないという間違い。あれ、素材はっていう、はい、おめでとう、間違い探し1個見つかったねって俺がそれでうまいこと言っとくから。いやでも全然違うと思うよ。それはだからあれでしょ、あのちごちゃんのインベントリに入ってるんだと思うよ、多分。いやだってさっき殺したでも俺こいつを。
焼き肉俺がうまいこと言い訳しとくから大丈夫だって。あ、ちょっと待って、でも宝箱がどっかにあるんかもしれん、チェストが。あー、なるほど。で、そこに全部入ってましたみたいなやつね。そうそうそう、隠しチェストがあるんじゃない。はい、しか、あ、ホワイトボードの裏とかね。そいつのバカのどっかを掘ればみたいなことなのかな、うん、ああ、そうかも。なんかこう目立つブロックの1個裏とかあると思うんで、全然。あ、これだってバーのところに下に砂利があんのよ。お、それは濃厚だね。だって文字としてはさ、邪魔やん。邪魔やな。え、なんもない。岩切くんが実は、います。先にログインして他にいるってこと？そう。ああ、見つけちゃったーみたいなことで。違いまーす。違う。岩切くんは分かった。いないです。岩切くんも岩切くんも裸です。見えてないけど。違います。あ、違うんだ。一応聞いとくけど、実は資源集めをサボりました。正解。レベル10の難易度、よくぞ当てました。お二方とも、いやー、おめでとうございます。コングラチュレーション。え、コングラチュレーション。本末転倒も言えとこやぞ。コングラチュレーションズ。岩切くんがやるなって。絶対嘘よ。絶対嘘よ。岩切くんがやめとこうって言ったから、そうですかって言って、いや、岩切くんが言うんであれば絶対嘘やん。めんどいからいいっすよって言ってたから、岩切くんが。絶対嘘やん。そうやったとしたら、ちょっと面白いわ。罰ゲームで居残りしろっていう話じゃ、誰も間違い探し作れなんて言ってないわけよ。間違い探し作って時間がなかったって、アホちゃう。そう。な、怖いわ。いや、ていうか、もうそもそもその居残りで誰かみんなに負担をかけるっていうのがそもそもおかしかった。4人で秘密基地作っていくってい うわ、めっちゃお前いじめられっ子が言うようなやつやん。罰ゲーム決めて、その時はウキウキでやって、罰ゲーム決まった瞬間、おかしいよこれって。ちょっとやっぱ違和感、正直やってる時から違和感感じてたけど、なんか雰囲気に抑えきれなかった。え、それ言わなかったか悪いな。はい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 、そうやってお前はいつまでも人を傷つけていくだけの存在になっていけばいいよ。なるわ。なんか謝ったらいいのじゃ。散々悪態ついて謝ったらいいのって。もう謝ってもよくないです。最初ならよかったけど、もう謝ってもよくないです。そうそうそう。でも間違い探しを作ったっていう功績はあるじゃんか。楽しい楽しい間違い探しを作って、それで一瞬盛り上がれたっていう、うん、それだから宿題やった先やんか。しかも難易度中がそれって、もう一番がっかりな答えやん。もう一番がっかりやわ。だから2人が真剣に探してる時、俺ほんと怖かったよ。難易度グダグダやん。いや、そんなさ、なんか1マス変えるとかさ、超分かりづらいじゃんか。なんか本当に変えてるかこれ。真後ろに見えるやつそれやけど、すぐ気づくんだもん、これ。そいつのバカに。めっちゃこいつ観察力いいじゃんか。あんなすぐ見つけられたら聞くわ。でも焼肉屋も1マスやで、これ言ったらもう、まあ、焼肉屋とかゾンビとかは、まあ、見て分かる当然のやつだと思ってたけど、まさか木の看板もすぐ見つけたじゃん、クラゲが。このやつさ、めっちゃ難しいはずだったのに、これとか。いや、水の中入るやん。岩切君と心配してたんだから、これ見つけられないんじゃないのって言って。ね、幼稚園生以下やと思ってんの、俺らのと。まさか探すとは。もう資材集め、次やっといてな、次までに。次絶対やっときます、岩切君。ということは、これ、武器庫結局完成せずままってことやな。ムカついてきたわ。鉄がないっていうのに、こいつが鉄の装備してるのも腹立つ。そりゃ、なんでお前しれっと鉄装備つけてんの。いや、これなかったら裸なんだもん、だって俺。いや、だから頭と靴いらんやろ。まず頭と靴は脱げよ。まあ、腹立つから。鉄不足で鉄掘ってないですって言いながら、お前が鉄装備だ、マジで。まあ、それでええわ。それやったらまだ許すわ。